土曜日4レース後の東京競馬場です。本日は、ビクトリアマイル、今週は野田トラックマンに登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、一つ目、ね、土曜日ちょっとね雨上がりなんですけれども、1800m 芝で1分46秒に早い決着でした。まあね、今週A コースから B コースになるということで、自分の中では、今週のコンセプトは前残りということに期待して、本命はサウンドビバーチェとしました。もう4強から以外からということですね。そうですね、まあ、はい、そうですね、ソダシを除くとね、スタートや位置取りがわりかし後ろになりそうなタイプが多いというのがね、有力どころでは、その点で有利だと思いますし、前走もね着差のつきにくいペースを考えると0秒2差というのは完勝だったと思います。まあね、周華賞とかでもまあ、2000m 正直この馬には長いと思うんですけれども、まあね、先行して0秒4差くらいにまとめているんで、まあね、大差はないと思います。人気ほどの差はない上に、B コースで、展開面やね、馬場の恩恵を受ければマイルなら好勝負見込めると思っています。人気どころの評価はどういう感じですか？そうですね、スターズオンアースからね、調教もすごく良かったし、いろいろいいとこは多いんだけど、やっぱここ2階のね、ゲート出る前にちょっとガタガタするあたりが、その辺がね心配なんで、ちょっとねさすがに本命バターは打ち切れませんでした。マイルの距離はどうですか？正直言うと 2000m の馬だよね。若干ね、やっぱ走りのダイナミックさとか大きさから言うとマイル向きではないけど、能力が1枚上かなという感じですけど、2番って。なるほど。ソダシは距離ベストだしね。枠がどうなんでしょうね。いや、まあふわっと運べるから、あまりねそんなガツガツするタイプでもないし、 2,3 番手でも収まりつく馬なんで問題ないでしょう。でも今日のババな感じだと合いそうですけどね。うん、そうだね、あとはナミュールか。まあ、この馬圧倒的に左回りの馬だからね、中華賞なんかも持たれまくってたもんね、だから条件はベストなイメージがありますよね。やっぱ左回りの方が絶対合うと思う、距離も前では問題ないということで、まあ、このね、あと安田記念勝ちのソングラインも含めてね、結構強い相手は多いんですけども、今回結構案外展開が左右するのではということで、そういうことです。馬券はどういうふうに変えましょう？まあ生まれんと3連複でひとまず様子見かな。今週途中まで僕が儲かってたら3連単も買うけど明日もなんか雨予報ですけどね。その点でね、わりかし阪神牝馬と近い馬場状態ね、なる可能性もあるんで、ちょっと湿った馬場ね、になりそうなのは歓迎材料だと思います。まあちょっと差しがね聞きづらくなるようだとなお良さそうですよね。そうですね、まあうちはもう予想決めちゃったけど、皆さんは明日の馬場状態まで見てね判断してみてください。はい、じゃあありがとうございました。